皆さんこんにちは、ブロガーの笠子です。全国の水族館巡りをしておりますけれども、この外観ちょっとやばいんじゃないかというこの寂れた外観のですね、新潟の、魚津水族館というところに来てしまいまして、わざわざこんなところまで時間とお金をかけてきて失敗してしまったかなと思ったんですけれども、この外観とは違ってですね、中は割と水槽が綺麗で意外とですね面白い、そして結構ね面白い変わった生き物たちもいまして、あのピラルクの水槽とかもすごい綺麗ですし、あとはオオサンショウウオがいたりとかですね、割とあの大きめの水槽もあったり、いろんなちっちゃな、面白い生き物たちもいたり、ここねめちゃ穴場です。ほとんどの人行かないと思うんですけど、私今いましたけど、多分ねほとんど私一人の時間帯がほとんどみたいな形で貸し切り状態だったんですけど、この外観とは全然違って、あのおすすめの超穴場水族館ですので、ぜひねこの新潟の魚津水族館、ぜひこの外に騙されないで、中は結構すごいですから、ぜひ来ていただきたいなと思います。